水を使って道を塞ぐんだよ。あいつらは水が苦手なんだ。水を使って道を塞ぐんだよ。どこか落とし穴を掘れる場所を探すんだ。ソーサラーなんとかを使うんだよ。あいつらは水が苦手なんだ。水を使って道を塞ぐんだよ。落とし穴を掘れる場所を探すんだ。ソーサラーなんとかを使うんだよ。ただ追っかけてるだけじゃダメさ。どこか落とし穴を掘れる場所を探すんだ。ソーサラーなんとかを使うんだよ。みんな大丈夫？ただ追っかけてるだけじゃダメさ。どこか落とし穴を掘れる場所を探すんだ。ソーサラーなんとかを使うんだよ。
水を使って道を塞ぐんだよ。あいつらは水が苦手なんだ。水を使って道を塞ぐんだよ。覆われた街か。まるで箱庭だな。同じ形をしていて、その中だけで世界が完結している。作り物の街か。うん、でもWe'll be right back.
とても穏やかな顔をしているね。作り物の町に作り物の幸せ。まさにここは箱庭だな。そうね。とにかく情報を集めよう。ほんの少しでもいい。何か手がかりを探すんだ。何これ？ボタンがついてるな。押してみっか。うわ、なんだ？世界地図のようだな。だがこれは。同じだ。山も川もみんな。私たちの知っているのと同じ場所にある。これで間違いないな。この世界はやはり僕たちのいた世界と同じなんだ。でもよ、町は違ってるぜ。クレスタもアイグレッテもハイデルベルグもない。場所も名前も違うな。これが歴史改変の手がかりに。天地戦争時代と変わっていないのか。ジューダス、どうしたの？あ、いや、バンジェロもスペランツも天地戦争時代以前にあった町の名前らしい。本来ならば天地戦争が終結した後、壊滅した町を復興させる過程で名称や場所が変わった。だがこの世界ではそれが行われていない。歴史がねじ曲げられているんだ。そっか。ねえ、この町ハイデルベルグと同じ場所にあるんじゃない？どれどれ、レアルタってところか。で、今いるのがスペランツァだからなんとか行けそうだな。地図で見る限りは大きそうな町だな。ここならよし、行こう。ハイデルベルグじゃなかった、レアルタへ。Thank you.
Thank you.
バンジェロ、スペランザ、そしてこのレアルタ。どの町もまるで見分けがつかねえな。確かにここのドームも中は過ごしやすいし、生きてくには何の問題もないけどよ。こうも変化がないと正直気がめいってくるな。似たような町でもたらされる似たような幸せか。幸せなんて千差万別なはずなのにね。そうだよね、やっぱおかしいよ。ここは世界がなぜこうなってしまったのか、この町にそれを知る手がかりがあればいいのだがな。こうしてても始まらない。行こうみんな。でもこのドームはどこも同じなら、この世界の人たちはみんなが幸せってことよね。それなら私の役目ももう。リアラー、早く行こうよ。うん、今行く。予想してたことだが、やっぱ城なんてないよな。ここがハイデルベルグでない以上、城もそこに住むウッドローも存在しないということだ。あのさ、ウッドローって人この町にいる？英雄王って呼ばれてるはずなんだけど。ウッドロー、バルバトス様の間違いではないですか？英雄といえばバルバトス様でしょう。エルレイン様と共に世界を混乱から救った人ですからね。バルバトスが世界を救った英雄？ご存じないのですか？フォルトゥナ診断の方に聞けば教えてもらえますよ。いや、自分たちで調べたい。この町に歴史を調べられるような図書館があるか？歴史を調べられるような、以前はそういう場所があったとは聞いています。ですが誰も使わなくなってしまって、どこにあるのかわからなくなってしまったそうです。そうか。バルバトスが英雄だって、一体どういうこと？おそらくはエルレインが歴史に介入した際、バルバトスが手助けをしたのだろう。謎は全て図書館にありか。だがその図書館の場所自体も謎とはね。誰も使わなくなったって言ってたよね。じゃあここの人たちって歴史に興味がないってことなのかな。きっと穏やかで何もない日々がずっと繰り返されていたから、歴史を学ぶ意味を失ったんだと思うわ。人は過去の過ちを反省し、より良い未来を作るために歴史を学ぶ。だがこの世界の未来はエルレインが決める。だから歴史を学ぶ必要もないというわけか。でもそれはこの世界が今まで本当に平和だった証なのかもしれない。そうかもしれないけどさ、けどやっぱおかしいよそんなの。自分の未来を誰かに決められるなんて。うん、ともかく図書館を探すぞ。全ての謎がそこで解けるはずだ。
どうやら映写機のようだな。ここにあるということは資料的価値のあるものだろう。映像資料ってわけか。もしかしたら俺たちの探し物はこれかもしれんな。ごちゃごちゃ言ってないで調べてみるのが手っ取り早いだろ。それな、バカ、こいつ。世界はかつて二つに分かれていました。一つは天空に浮かぶ都市ダイクロフトに住む天上人の世界、一つは地上に住みダイクロフトによって支配されていた地上人の世界です。天上人の圧政に耐えかねた地上人は反旗を翻します。これが後に天地戦争と呼ばれる人類史上最大にして最悪の戦争でした。地上人はダイクロフトに対抗すべく空中戦艦ラディスローを建造、総攻撃を仕掛けます。しかし天上人の力の前に地上人は敗れ去りました。天地戦争は天上軍の勝利によって終結したのです。戦争は終結したものの、その傷跡は修復しようもないほど大地を蝕んでいました。森は焼け、山は削られ、川は干上がり、人々は己の生きる場所を失いました。そして地上の荒廃は地上からの物資を支えにしてきた天上にも影響を及ぼします。もはや人々は滅びの道を歩むしかないと誰もが絶望にとらわれました。我々に救いの手が差し伸べられたのはそんな時でした。神は一人の救世主を地上に遣わしました。その名はエル・レイン。エル・レインは人々にレンズを与えました。そのレンズにはすでに人の住む場所ではなくなっていたこの地上でも生き残れるよう特別な力が込められていました。レンズを得た人々は生きる希望を見出しました。そして自らの行いを悔い、救いを授けてくださった神に深く感謝するようになったのです。忘れてはなりません。我々が今生きているのは神の救いがあればこそなのです。そして繰り返してはならないのです。人間自らの手による過ちを。これではっきりしたな。やはり歴史は変えられたんだ、エルレインの手によって。天地戦争の勝者と敗者を入れ替え、己が望む世界、人々が神を称え崇める世界を作り上げたんだ。なあジューダス、ずっと思ってたんだけどよ、この世界ができたってことは俺たちがいた世界は。残念だがお前の思っている通りだ。歪められた歴史のベクトルの上に僕たちの世界は存在しない。なんてこった。ようやくはっきりしたね、この世界のからくりってやつがさ。けどね、はいそうですかって全てを受け入れられるほど私は人間ができていないんだよ。俺だってそうさ。こんな世界を作ったエルレインを絶対に
許せない。でもこの世界の人はみんな幸せそう。え？ねえカイル、この世界は本当に間違っているのかな。確かにこの世界は歪んだ方法で作られたかもしれない。でも結果として人々は幸せに暮らしているじゃない。もし間違ってないんだとしたら、私の役目も終わってカイルと二人で。リアラ、どうしちゃったんだよ。リアラ、リアラはこのままでいいって言うのか。それは俺は嫌だ。だってここには誰もいないじゃないか。父さんも母さんもフィリアさんもウッドローさんも誰もいない。このままみんなが消えるなんて俺は嫌だ。消える、人が消えるということは、その人間が積み上げてきた歴史もまた消えるということだ。人の歴史を否定し存在するこの世界、少なくとも僕は許せない。ジューダス、分かったわ。ごめんなさい、みんな変なこと言っちゃって。分かってくれたらいいんだ。やろう、みんな俺たちの世界を取り戻すんだ。ああ、エルレインに俺たちの意地ってもんを見せてやるぜ。けどさ、どうやったら世界を元に戻せるんだい。簡単なことだ。エルレインがねじ曲げた歴史を元に戻せばいい。そのための力はリアラ、お前が持っている。時間移動ね。そっか、天地戦争の時代に行ってエルレインのしたことを元に戻せばいいんだ。早速行こう、リアラ。俺たちをその時代へ連れてってくれ。それは無理だな。どうして？みんなを過去に連れて行くだけの力が私にはないの。レンズがあればいいのだけど。あ、そっか。地上に住む人々よ、扉を開け外においでなさい。そして神の恵みをその身に。あの子や、エルレイン。外に行ってみよう。いない？上だ、帰る。敬虔なる者たちに神の恵みを。おお、力が。ありがたや、ありがたや。今のは一体？おそらくダイクロフトからああやって人々のレンズに力を与えているんだ。空から見下ろして力を与える。神様気取りかよ。待てよ、そうか、その手があった。どうしたの、ジューダス。時間移動のためのレンズならあそこに山ほどある。照射されているのはレンズの力だ。ということはダイクロフトに相当な量のレンズがあるはず。そうか、そのレンズを使っちまおうってわけか。ならついでにエルレインの花っ柱も折っていこうよ。一発殴らないと収まりそうもないよ。よし、決まりだ。それじゃあ、ねえ、あそこにエルレインがいるんだよね。ああ、そうだよ。あの城からいつも我々を見守ってくださってるんだ。あのさ、
どうやったらあそこに行けるの？光の祠を通るんだ。知らないのかい？光の祠？この地上と大クロフトをつなぐと言われている聖なる祠のことさ。じゃあそこに行けば大クロフトに行けるのか？そう簡単には行かないよ。大クロフトに行けるのはふさわしい資格を持った人間だけなんだ。それを調べるための場所が光の祠というわけさ。でも私もいつか行ってみたいね。そのために日々を精一杯生き、自らを高めないとね。ふさわしい資格を持った人間か。俺たちに果たしてそれがあるかな。あってもなくても関係ない。大クロフトに乗り込むまでさ。行こう、光の祠へ。Thank you.